何が聞かなくてもこのね、僕の美人秘書伝来の止め方は一番効きます。別に酒でやってもいいんですよ。まあいいや、はい、無事にしゃっくりも止まりましたから。で、本当は10なの。天体の運行に合わせると12なんですが、1年は人間の生活パターン習慣は10ヶ月単位なんですね。あれ、大阪の難波の、ね、南のあの辺の舞台にしたおもろい番組あるでしょ、何は金融と南の帝王、あれでもね、統一でしょ、10日で1割の利子でしょ。なんで10日なの、なんで1ヶ月に1割、普通1ヶ月に1割とか1ヶ月にいくらっていう、そういう利子体系をどこもしてるのに、南の帝王ね、だけは、万田銀次郎だけは、というか、そういうね、違法の、金貸しの皆さんは、統一なの。10日、1週間で1割なら、その方が簡単でしょ、計算も。あ、計算じゃなくて、我々の生活の中では。つまり、1週間ってのは、我々の生活の中では一単位ではないんですよ。1年が12ヶ月っていうのも一単位じゃないんです。我々人間が持ってる固有の生まれつきの単位というのがあるんですよ。それは例えば旧暦のお月様の、特に清水さんが、ね、今広めようとしてるシャラシャンティで、旧暦のお月様の動きを元にした暦をずっと推奨してくれてますし、実際その方がいいんですよ。理由もあります。まあ今日時間ないから言いませんが、それと同じで10日で1割という万田金次郎銀次郎の利子の付け方も実は意味があるし、1年を10ヶ月っていうふうにしてきた昔の暦、これも実は意味があって、で、十月10日で子供が生まれるってことに実は対応してるんですね。で、それを壊したのがジュリアス・シーザーとアウグスティヌス、自分らの名誉のために余分に月を入れちゃった。まあそれは天文学的にはそっちの方が正しいのかもしれませんが、本当は10ヶ月ね。だから皆さんもね、2ヶ月は無視してください。で、今ちょうどそういうふうになってるんです。新暦と旧暦、太陽暦とね、陰暦を両方うまく使うと、ちょうどね、12月、今の、ね、太陽暦の12月、大晦日で年が終わります。で、次の翌日、1月元旦が次の年の初めっていうとしんどいんですよ。そこでどうするかって言ったら、1月、2月パスするんです。ほんで2月の旧暦の、2月にある旧暦の正月から始める。でちょうど10ヶ月、1月2月は何もない、つまり何もしなくていいんです。全く何もしない、それが人間に合うんです。で、証拠があるんです。証拠どこにあるのって思うでしょ。日本人はその証拠をあんまり身近に感じてないし、見させてもらってない。でもね、ヨーロッパに行くと、まあアメリカはね、ちょっとそれが弱くなってますけど、ヨーロッパに行くともうありありあるんですよ。ヨーロッパ人は、夏はバカンスといって、最低でも1ヶ月丸々休むんです、仕事。最低で1ヶ月。まあ1ヶ月半ですね、普通の人は。で、
ヨーロッパの人はほとんどがキリスト教徒ですから、パック、つまり春の、春になって、ちょうど日本でいうと5月の連休のあたりです。あの頃に復活祭っていうのがあって、その時にもだいたい2週間休む、丸々休みます。だから夏の バカンスと春のパックのバカンス両方合わせるとちょうど2ヶ月仕事しないです。全くしません。会社もストップします。その間遊びまくるというか休みまくる。そうしないと1年体が持たないです。その代わり残りの10ヶ月はものすごくよく働きますよ。だから未だに日本だけですよ、今世界で一番ボロ負け。もう日本円どんどん安くなってでしょ、今や1ドル150円ぐらいですよ。ユーロに対しては170円ぐらいかな。もう最悪です。その理由は日本人は1年365日を12等分して延々働かされて効率が悪いんですよ、休んでないから。だから全く世界市場で太刀打ちできない。ところがヨーロッパ人は丸々2ヶ月夏に1ヶ月半春に2週間、それから、クリスマスとか正月も休みます。本当にそこはなしにしてるんです。つまり1年を10ヶ月で生きてる。人間の本当の生き様をやってるから仕事も能率が上がるし、で体も休まる。だからね、10ヶ月働いて2ヶ月は休むというかなかったことです。このジュライとオーガスト、ユリアス・シーザーとアウグスティヌスが作ってくれたのはこれバカンスなんです。ここは働かなくていいよと、そういうふうにヨーロッパの人は考えてるからうまくいくんです。日本人はもともとは退院歴とかでうまくやってたのに、それを、明治新政府になってから西洋化しなきゃいけないっていうんで、太陽暦に合わせて生活仕事も全部やり始めたためにだんだん、いろんな矛盾が生じてきて、でそこに本来なら、1年を10ヶ月で仕事して、あとの2ヶ月休めという、それも日本においては。